もう一個読むの？なんか嫌な予感しかしないよ。でも正月いっぱい、うん、監視してあげた方がいいと思う。そうですね、はい、そうでした、そうでした、はい。はい。じゃあ行きましょう。はい。人からネーム、うさぎの保育園さんです。ありがとう。はい。風の強い休日。はい。ゆっくり寝ようと思ったが、風の音に目を覚ましてしまった。うん。僕は風の日が好きだ。うん。風に吹かれるのが好きなだけで、うん。決してスカートがめくられるから、なんてことは、一度も考えたことがない。うんうん、おうおう。朝食を取り、時計を見ると、うん、学生が登校しだす時間、うん、身支度を整え、外に出る。どうしたんですか？こいつやばい、やばいんじゃないかなって思って。朝食を終えて、まね、はい、登校しだす時間だなって思っただけです。うん、そうだね、はい。身支度を整え、外に出る。思った以上の風。うん、よし、絶好の風だ。気合を入れて歩き出すが、人の気配がない。うんうん、そうだ、今日は日曜日だった。うん、そうだよ。僕はうなだれながら近所を一周、うん、家に戻りプリキュアを見た。プリキュア見たの？そうなの。以上です。どうしよう、人かなリスナーこんな人ばっかりなのかな。どうしよう。そうですね、主にこんな方、主にだってさ、外で楽しむと言ったら可愛いお姉さんかなんかパンツか、なんか見ることみたいなさ、ちょっとどうなんですかこれ。いやでも風が強い日が好きだってね、最初の入りはちょっとポエマーっぽくてかっこいいですね。そうそうそう、よかったんだけど、うん、ね、よかったでしょ日曜日で。もうそうですね、うん、ちょっと気づくのが遅かったですね。でもプリキュア見たんでしょ、プリキュア見る気でいたんでしょ、じゃあ日曜だってわかるじゃんよ。ああ、そうか、そうですね、うん。そうだよ。残念ですけども。うん、もうなんか、アウトだよ。